あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ほい。ってことでやっていこうか。次は2つ目か。さあ行くぞ。マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。いいなあごまさりとひよー。いいなあごまさりとひよー。きえーい。よし、行こう。次も廃墟エリア。廃墟エリア、不気味やけん嫌なんよね。はい。ってことで、廃墟エリアの2つ目。手に入る材料、かぼちゃ人参とスパイダーレース。スパイダーレースってなんかいいね。アイテムは弓矢と空気壺とファイアグローブ。バラバラか。で、弓矢の服じゃない。弓矢があるってことは、コキリ族の衣装で、行こう。暗闇の館1。暗闇の館。視界が。そっか、ファイアグローブがあるもんね。そういうことか。じゃあ、弓矢をとりあえず。弓矢を手に入れた。Y で矢を撃てるぞ。んで、あとはびっくりした。モンスター？今のはどこ？ネズミか。とりあえずやっつけとこう。で、ファイアグローブを手に入れた。Y で火の玉を発射。長押しで火の盾にもなるぞ。こいつ、全然攻撃できんないけど。何事？こいつには攻撃は効かんということか。向こうの攻撃も当たらんの？てか、とりあえず攻撃をしてくる気配がないね。空気壺を手に入れた。Y でいろいろぶっ飛ばせ。おし。で、なるほど、そこ。そこはいいんだけど。待って、食材あるじゃん。よいしょ。おし。オッケー。ここにも食材あるね。てか、この上にもあるんだけど。ちょっと待って。じゃあ、とりあえず、向かおうか。ネズミ、やっつけとこ先に。ねえ、ダメージ受けるの嫌だから。そこの食材ね。つけないとなんだけど。さて。ファイアグローブ。ちょっと待って。ファイアグローブで。違う。こっちだよ。待って、届かない。届かないけど。このさ、炎を空気壺で飛ばすことは無理だよね。消えるよね。人が吹き飛ばされそうだな。ちょっと待ってね。じゃ、この状態で、こう。いや、落ちたし。今のもしかして、食台に乗れるんじゃない？乗れたら、それで、いやでもその場で燃やしたら自分も燃えるかな。一応ちょっと。ほら、今一瞬乗れかけた。でも乗れることはないのかな。ちょっと足場が狭すぎるか。じゃあ吹き飛ばしてその瞬間的に切り替えれば。いや、間に合ってねえし。てか、まず吹き飛ばせてないっていうね。これで、ついた！やったね、ついたよ。で、あっち行ける。ってことは、これを、さあ、飛ぼう。無限の彼方へ、さあ、行くぞー。よいしょ。んで、そうそう、あっちの食材につけんといかんけん。こいつを、こう、間違えた。こう。こう、つけて、あっちにも、ということはこっちにも来てもらわないといけないということか、赤に。赤に来てもらう？でも赤は吹き飛ばし役だから、どうすればいいんだ？投げることはできないし。じゃあとりあえず、そっか。吹き飛ばしてもらって、あ、間違えた。あのさ、食台に火をつけるといえば弓矢もできるよね。ほい、ポンと。で、青で、今度弓矢をポイッとやって、これだよ、これ。へい、ついた！オッケー。お、消えた。おっしゃ、進める。これで。大丈夫だね。やった、トライフォース。イェーイ。よいしょ。間違えた。さあ。なんかこういう絵ってさ、絵の中から出てきそうで嫌じゃない？ね。は、暗闇の館に。うわー、また真っ暗だ。真っ暗なとこ嫌なんよね。さあ、なんか幽霊、あ、なんかビシって当たったなんか。なるほど、ネズミ。あー、待って。こいつは攻撃が当たる。で、そこ3人で踏まんといかんとこやけん。ちょっととりあえず、落ちそうだ。あ、鍵。扉の、お？燃え出したけど。燃え出したってことは、あれ消さんといかんね。あ、ちょっと待って。消すってことは空気壺だ。さあ。ん？消える？消えてる？あ。2段か。ちょっと待ってね。よし、これで。どうだ？へい。押して消えた。消えたけどあの鍵どうやって取る？あ、あっちが、え、飛ばせる？飛ばせる？そんな、お、いけた！向こう行った！ってことで、あれ、取りに行かんといかんのかな？ちょっと待ってね、どういう感じか見ながら。うわ、びっくりした。こいつ！私はこういう暗闇が苦手です。そして見えなくなるような時も苦手。あ、向こう側もなんかあるぞ。お、ハート。あそこにも幽霊いるな。てか、ん？この先は何もない。何もないぞ。ってことは、あの鍵を持って。さあ。来た来た来た。でもこれ持っとったら攻撃とかが何もできんのよね。とりあえず置いといて進んでみよう。進んでいけそうかどうかをちょっと。あ、これでもう持っていけるんじゃない？よし。とりあえず向こうに2人置いてきたから、これを、次は運んで、地道な作業。は、はぁ、ダメだ。離れた時に降りてしまった。さあ、これで、渡ったぞ。ああ、ちょっと待って。とっさに炎を出してしまった。剣だろ、そこは。あー、待って。こういう狭い通路、暗いところで出てくるのはやめようね。今そこにもいたぞ、幽霊。さあ、ネズミだ。は、ここにも。何あれ、ヘビ？なんかヘビっぽいのいたことない、今。待て待て。ネズミ。ん？今。これ。食台に火をつけといて。ああ！落ちた！ダメだな。足場狭。あ、この上にスイッチある。じゃ、とりあえずあれ行くか。でもあの上にスイッチあるのはいいんやけどさ。どう行くんだ？あれは、吹き飛ばす感じ？吹き飛ばせる？多分あれちょっと上になっとるよね。ってことは、あ、そっか。じゃあこっちに行って、ん？で、ちょっと鍵邪魔だね。よいしょ。お、持った。持ったってことは、こいつが上になって、鍵だけ吹き飛ばされるとかいうことは、ないよね。ちょっと。よいしょ。お、いった。鍵ごといった。オッケー。で、スイッチ。おー。なんか怖い。2人同時に。よし、これで。鍵そこだ。イエイ。そして私は避難するよ。トライフォースの中に。よいしょ。へーん。守られてるからね、トライフォースに。んで、ちょっとハートが欲しいんだ。ここまだステージ2か。向こうはなんもないかな。ネズミがいっぱいいるだけ？あ、無駄に体力が。あ、宝箱ある。よし。これのためにハートが。いやー、助けてー。よし。ハートが無駄に減ってしまった。暗闇の館さん。ん？鍵持ってる。よし、ハート。オッケー。んで。じゃあ、ちょっと進んでいくか。あの鍵持ってた奴らってさ、あれだよね。あれだよね。よいしょ。間違えた。へいへいへい。これ前にさ、私のこと持ち上げたりとかしてたやつでしょ。待って、間違えた。おーし、ほい。いっけるー。お。あれ全部の鍵いるってこと？まさかの。とりあえず扉の前行っとこうか。扉の前行って、活躍するのは一人でいいはず。よいしょ。とりあえずバラバラになっといた方がいいんかな。まあ、いざという時のためにこう待機しておいて、で、鍵。鍵だ、鍵。どこにある？そのすり抜けずるいよ。あった！あ、よいしょ。ちょいちょいお前ら。もうすでに鍵がじゃない。もうすでに体力が危ういんだが。パスしてしまった。待って、扉、おっしゃい。もう扉に鍵をはめた時点であいつらは私に興味がないらしい。てか体力やばいね。上の壺とか取れる？もし、一応これでピコンピコンはなくなった。降りてしまった。あーっと1個。最後の1個。さあ、こっちだ。私の鍵。てか、あいつら同士でも鍵追いかけてんの？おし、体力。みんな鍵が欲しいの？みんなで鍵守ってんのかと思ったけど違うんだね。取り合いやってんだ。ちょっと。いやー、体力危ういよ。ていうか、一人上に待機しとけばいいんじゃない？そんなこともない？この辺とかにいてさ、意味があるかどうかはわからんけど、こっち行き止まりか。穴開いてる。ハートあと3つしかないよ。あ、みんな。ほら、みんな欲しいんだ。なんでそんな貴重なの？この先、あの扉の先にきっと何かがあるんだな。行き止まりか。いた！危険なのは分かってるんだけどさ。ちょ。待てよ、お前ら。これで、なんだと？てか、あと1個しか体力ないんだよね。やばい。これちょっと、別んとこに投げて渡そう。じゃないと、ちょい危険だ。これで、ハート、おし、出た。あ、上ハートいっぱいだな。助かる。よし。んで、あの鍵のとこさ、2段か。2段ってことは2段で構えといた方がいいんかな。とりあえずこれで、さあ、追いかけに行こうか、また。回復もしたことだし。どこ行った？お、いた！いたよー。もうとりあえずやっつけてやっつけて。やっつけてやっつけて。こっちゃー。ちっちゃちっちゃ。さあ、行くしかないぞ。ああ。取られた。ちょ、目の前から復活するのはダメでしょ。多分。ずるいでしょ。待って、怖い。ちょっちぇー。てめえら。あ、体力やばい、これ。怖い。怖い、ちょっと待って。危ないんだよね。ほら、あいつら同士でも脅かしてる。よいしょ。びっくりするのかどうかわかんないけど。でもガーンってなってたよね。こいつら倒しても倒しても復活すんだ。厳しい。んで、あいつらを追いかけていけば鍵にもありつけると。いや、ちょい。体力やばいな。これ体力的にきついな。ちょっと待ってね。こっち側行って、この辺の壺。よし、これで。また待機して。さあ行こう。でももうそろそろ多分もうね、もう多分ハートの壺もないんだ。危ない。怖い。んでもってどこ行った？え、いないんだけど。いたわ。そっか、あいつら穴の上でも平気なんだな。羨ましい。私もどこでも通りたい。よし。ちゃあ。人の邪魔しないでよ。こいつら気絶させれる。気絶させられる。さあ、これで。いけた！やったね。さあ、早く入って。なんかめっちゃうなだれてんだけど。あ、マジで？そんながっかりしました？体力回復したい。ハートを出してください。ねえ、めっちゃがっかりしてんだけど。ちょっとかわいそうになるぐらいがっかりしてんだけど。さあ、行くか先。で、まだ半分しか回復してないよね。暗闇の館4。さっきのステージ。おー、なんか、とりあえず上に上がって回復しとこうか。一人おいで。よいしょ。あ、ここにもあるね。通り越した。さっきのあのステージで、死ななかったのは奇跡的だな。通り越した。ギリギリじゃダメだ。は。おし。とりあえず満タンにしとこうか。で、しよったら、この辺もったいないな。他はあった。よいしょ。オッケー。オッケーです。さあ、赤も。オッケー。あ、配置は元に戻されるんやね。あ、このタイプね。オッケー。逃げるなよ。は。ダメだ、効かない。こいつら。ちょっと、これだな。は。うお。この手で行くしかないだろう。だって逃げるもん。は。すごいなんか、嘲笑ってる。ん？これで。さっき当たったよね、一瞬。当たったでしょ、もちろん。でもこれでやっていかないと、こいつらめっちゃ避けるんだよ。しかも攻撃、でもね、攻撃仕掛けてこないからまだね。まだ救いがあるんだけど。危険。何今の。なんかボーンってなった。あ、他の色のに当たったからってことかな。他の色のに当たっても意味ないってこと。どこ行った赤。あそこだ。ちょっと待ってね。あ、ダメだ。あ、この辺か。ちょっと他の色狙おう。緑はどの辺、この辺にいけない。はーと、あー、今ギリギリでかわしたな。こいつらー。はっ。ダメだ、赤を消してしまった。なんか自分のやつ以外には全然当たるんだよね、余裕で。おし。いけたんじゃない？あ、一回じゃダメなのか。でも当たった。あいつにはちゃんと確実に当たった。から、またちょっと頑張っていこうか。他の色の奴らも避けていくんだね。当たんないのに。え、今の普通に攻撃できたんじゃない？キョロキョロしてたよ。後ろに回っ、素早く後ろに回ったら攻撃できるかもしれない。おし。シェイ。ヘロヘロだわ、私。すり抜け禁止にしてくれないかな。今のちょっと。お！当たったぞ。手応えがあるぞ。やっぱり同じ色だと。どう？今の避けられたの？最高。ダメなのか。難しい。これは時間との勝負ということかな。今のダメでしょう。すり抜けなかったらいけてたよ、今。さあ、微妙にひらってかわされるのがちょっとね、すごいあざ笑われてる感。噛みまくりか。おっしゃ、一匹やっつけた。やっぱやっつけれる。さあ、次は緑だぞ。さあ、どうだ。こいつ。私も素早くなってきたことない、ダイマン。切り替えが。よっ。全然追いかけれてないから。これさ、ダッシュに気づかずにそのまんまの感じでやりよったらさ。あ、これって、炎で攻撃ができない。全くできなかった。全然超無意味だったわ。もうほんと、直接攻撃以外は何も効かないってことなんだな。どんな幽霊だよ。幽霊なら打撃全体的にダメだろ。私切り替え早くない？ほら、くるくるくるっと。華麗に切り替えてく。オッケー！ハートが出たけど無駄だった。あとは緑。さあ、行くぞ。はあ、さあ、素早く切り替えて。おし、もうちょっとずつ距離を詰めていく、私。さあ、残るはお前一人だよ。おし、おし、あ、いったー。なんか出た。え？なんこいつ、さっきのボスじゃなかったん？マジか。え、暗くなった。待って、とりあえず、ファイアグローブで。いえ、ちょっと炎をつけさせてくださいまし。よいしょ。よし、オッケーオッケーオッケー。んで、こっちもつけて。あ、あいつ消していく。ちょっと待ってよ。あ、でもって、全部ついたら現れる。ってことは、全部ついた時に攻撃。当たんないんすけど。あ、待って。胸になんか炎っぽいのあるよね。あれを消せばいいってことかな。おし。あ、この状態多分。よっしゃ、いける。なるほどね。そういうパターンね。イエーイ。お、いったー。え？あ、待って、2段だ。え、2段？あー、そしてまた消された。つけとこう。とりあえずつけるぞ。つけて回って。んで、空気壺。2段か。え、とりあえず3段でいく？3段でいっといて、ダメやったら2段に。よいしょ。お、いけた！ってことはやっぱり、これは1段か。なるほどね。あ、落ちたんやね。これで。よっしゃ、いったー！あ、妖精3匹とも残ってる。奇跡的。よかった。はい、早く拾わせてくださいまし。早く早く。あ、そこになんかでっかい紫のルビーがある。よし。おーし、オッケー。おーし。いけたー。感動だね。てか、このステージ怖かったんだけど。暗闇は嫌です。暗闇の館だからしょうがないんだけどね。おし。スパイダーレース欲しい、スパイダーレース。真ん中。かぼちゃ人参を手に入れた。かぼちゃ人参だったわ。草の部分が人参。スパイダーレースいいなぁ。いいんかどうかわからんけど。暗闇の館クリアー。よし。ルピー結構撮れた？今回は写真も撮ってないよ。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。Twitter の方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。暗闇はすごく嫌なんだけど、私寝るときは暗い方がいいんだよね。